動画編集してて思ったんだけど、ん。迷える子羊のために、うん。うん。平井君、今自分でやってないことだけど、基本とかを思い出して動画で言ってくれてんのかなって思ったんだよね。いや、コメントであるじゃない。理論とかの話をすると、ああじゃない、こうじゃないっていうコメントもあるし、いや、これの時はこうじゃないのみたいなこともあるけど、そういうのって全部その、基本ができてて、じゃあ次そういうのだよねっていうのを言ってきてるじゃん。でもそこでさ、俺たちとこの話してるレベルが違うじゃない。僕らはじゃあ基本でよりシンプルなことをやりましょうって話してるのに、その次のことで言われても、ね、段階が違うところを話してるからさ、噛み合わないじゃん、話が。っていうのを思った時に、あ、本当は、そういう打ち方も、当然プロだからしてるだろうに、そういう話はせずに、アマチュアの人が理解しやすいように話してくれてるんだなって思ったそれでしかの。話してない。そうだよね。だから今自分がやってるかって言ったらやってないことも話してる。平井博明のワンナップゴルフ。もちろん前はやってましたよっていうことなんだけど、今は、それは自分の中では意識しなくて無意識の状態でできるから意識はしてないっていう感じ。そう。だからお客様に伝えるのは1から8であって、9、10は自分の感覚になるから、人にも言わないし、俺にも言ってこないでっていう。そう。絶対に一緒じゃないから、90は。なるほどね。そう。それこそはっきり個別に違うから。ただ、1から8っていうのは基本的なミソの部分だから、そこは共通することは多いよねっていう。だから、90のことをこうじゃないんですかって言われても、俺は一切それは何にも言わない。わかんないわよ。かんない。本人にしかわかんないから。そうだからだよ。そう感じるんだったらそうでしょうねっていう。そうだよそう。ね。そうだよそう、ね。そうなっちゃで、空中は、プロ同士でも別に言わないし、う。言ってこないでって感じなんだ。そう、言っだてこから、ないでっていうかね。誰々はそうなんだ。俺はこうなんだよねって盛り上がるっていうぐらいで。ああ、盛り上がるんだ、でもそうやっそう、て。プロ同士だとね。要は、へえ。お互いいい球打ってるじゃない？で、その球をどうやって打ってんの？その自分の感覚を教えてよって言った時に、もしかしたら自分のスパイスになるかもしれないじゃない？だからそれで盛り上がるっていうだけ。なるほどね。だから、こうじゃないんですかって言い切られることは全くの違うこと。そうだそれね。は、そうやったらうまくいったんだったらどうぞっていう。ただ1から8は共通してる部分が多いっていう。基本だからね。じゃあ、プロ投資だとあんまり、こうやってんなきゃダメだよみたいなのはないんだ。ないない会ない。話の中むしで。ろ技術的なものっていうのはほとんどない。もう今までやってきたことでプロになってきてるから、例えば、先輩が後輩の良くないミスを見た時とかに、そういう時はこういうふうにやった方がいいんじゃないのっていう言い方は先輩はするわけよ。仲のいい先輩とか。俺もそうやっていろんな先輩からそういうアドバイスをもらって、言ってきてくださって。で、それをやって、もう、ほとんどがうまくいった。だからさすが先輩ですねっていう感じの意見なわけよ。そうなんいや、だ。俺より経験してるし、そういうことが多い。やっぱりそうなんだよね。それをね、すごい感じて。だから、アマチュアの方に向けてね、動画は当然発信してるから、そこの人たちの悩みを解決するために言ってるから。相当潜ってる。そうでしょ？相当潜ってる。昔を思い出し思い出て、して、そ今やってることからこう、下がって基本に降りてきて話してんのかなと思ったんだよね。降りてきてる。相当降りてきてる。だから、恥ずかしい話、忘れてることだってあるだろうし、思い出しきれないことだって絶対ある。それはもう、本当ごめんなさいしかないけど、でも、自分の記憶の中で、限りなく全てを、こう、いつも言おうとして、動画は撮ってけど、そういう打ち合わせをしたことがないじゃない。ないね。ないね。今、プロだからやってることを説明してよとも言ったことないし、プロでできちゃってると思うけど、基礎基本を説明するから、ちゃんとその自分がそれができなかった時まで気持ちを戻して、その基礎基本まで潜って説明しようとも言ってないじ言っゃん。てないそういうね。話はしてないしじてゃなない。いね。そう、登録にどうしてこうしてって言われたことないからね。そうだね。そういう話したことないから。けど自然とね、そうやってやってるから、アマチュアゴルファーに向けたその動画だから、
意識的にそういう風に二人でなっちゃってるんだと思うんだけど、うんうんうん、やっぱそうだなと思って、うん、やってないこと説明してることもあるんだろうなと思ったんだよね。そう、今全くやってないことを言ってる動画もあるね、確かに。そうだよね、うんうん、ただ絶対前はやってましたっていうことだから、あ、そう、それも含めてつながりますよっていう。そうだよね、うん、そう、だからなんか、いや、この理論こうなんじゃないんですかって言われたところで、そこの話してないなって。ああ、そうだね。してないって、その、なんていうの？いや、それが難しいからやめてこうやりましょうよっていうふうには出てきてるけど、話には。うん。うん、けど、それをやった方がこううまくいきますとか、うん、基本の方が優れてるから、それをやんなくていいとかも言ってないわけじゃない。そうだね、そうだね。だけど、なんか、そういうふうに来るから、噛み合ってないなと思って。確かに。思っちゃったの。そうだね。そう。それは俺も思う。技術的な部分じゃないけど、うん、その、レベルの高いことで、うんうん、いや、世の中ではこう言ってて、うんうん、で、本当はこうじゃないんですかとか、うんうん、本当はこうですよねって、うん、言われてもって感じになっちゃう。そうだよね。ことが多い、やっぱり、うんうん。やっぱりその、なんて言うんだろう。そもそも、うん、やっぱりこれも打ち合わせしてないけど、うん、YouTube を見たりとか、うん、どっかのレッスンに行ったりとかして難しいことをやり始めちゃって、うん、迷子になった人たちに、うん、いや、もっとシンプルなんだよ。こうやったら、簡単なんだよっていうのをどっちかずっと教えたいなってなってるじゃないですか。うん、なってる。それはもう間違いない。ね、打ち合わせしてないけど、うん、なってるから、うん、やっぱりそういう人たちに向けていくと、やっぱりそういう発信が増えてって、うん、難しいことやってる人たちからはなんだよそれって言われるのかもしれないんだけど、うん、やっぱそこはね、そういう人たちに向けて発信してんだなっていうのがようやっとね、うん、2年ぐらい経ってね、そうだね。打ち合わせもしてないからね。うん、そう。すごく思ったんだよね、それを。それはあるなぁ。やっぱりね、自分も自分なりに苦労してきたつもりだし、うん、あの、いろいろ考えて迷ってきたっていう考えだから、うん、少なからずそういう思いは、うん、ちょっとにしてほしいっていうかね、うん、あの、迷ってほしくないから、うん、自分が辿ってきた道を、今、その言葉として、伝えたいなっていうのはあるよね。うん、そうだよね、うん。こういう時はこういう迷いをしたから、うん、こうじゃないよ。こうじゃ、僕がこうじゃなかったですよっていうのを分かってほしいっていう部分もある、うん。そもそもなんで始めたのかみたいな話に多分これは、うん、なってくんだけど、この動画は。うん、そう、うんで。どんな人に向けて、どんな気持ちで伝えてるのかっていうところだよね。うん、その話をね、した方がいいのかなと思った。そうだね、そう。ようやっと。あ、400本ぐらい出して。400本だっけ ?300 本だっけ ?300 弱ぐらい。やって、やっと。うん、チャンネルの方向性を今更撮るっていう。ああ、でも、いや、でも大事よ。そうだよね。それは1年に1回ぐらいやってもいいぐらい。そうだね。うん。再確認のために。そうだね。動画の中でこう言ってることっていうのは、やっぱり世の中のスイング理論っていうのはすごく多くて、うん、どれを見ていいかわからないし、うん、何をやっていいかわかんない、うん。で、やったらやったで、うん、うまくいかなかった、うん。で、元のスイングに戻れなくなっちゃった。うん、っていう方が少なからずいるっていうことは現実、うん。で、そういう方って、例えばじゃあレッスンにじゃあ行ってください。うん、で、なかなか言いづらいだよね。うん、それは多分レッスンに行けるんだったら、あんまりそこまで YouTube に浸からないと思う。うん、だけど、そこまでどっぷりハマって YouTube を見てやり、で、YouTube からネタを引っ張ってきて、やるってことは、うん、やっぱりレッスンに行く時間がなかったり、うん、近くにいいレッスンがなかったりとか、うん、そういう方がやっぱほとんどだと思うんだね。うん、で、その中で自分にとって何が正しいのか、うん、どういう理論を入れたらいいのかって、わからないよね。例えば YouTube の一本の動画の始まりって、うん、今日はこれやります、うん。で、こうやってくださいね。うん、で、まあ練習方法だったりってやるじゃない、うんうんうん、でも、この動画は、こういうスイングの方で、うん、こういう悩みを持ってる方に会いますので、うん、今からその悩みを解決する動画を発信していきますねとは、ほとんど言わないんでね。そうだね。うん、だから、やりやすい、やっちゃうし、うんうん、まあ、難しいことでも簡単なことでも判断がつかずに取り入れちゃって、うん、後に引けないっていうか、あ、そういうこともあると思う。基本っていうことは、入れて害はないこと。うん。だし、続けなきゃいけないこと、うん。で、常にそれがスイングの中に入ってなきゃいけないことだから、うん、それをメインとして、うん、まあ、ワンナップゴルフはやってるっていう感じなんだね。俺たちも、初めにそれ言った方がいいかもしれないってことだよね。言ってないけど。ああ、そうだね、そうだね。ね、うん。なんか一つの
お題をあげるんだったら、うん、この動画はっていうふうに、うん。本当に毎回言うけど、うまくいってる方は、別にうちのチャンネルなんか興味なくていいの、全然。うん、あの、特別なことやってるわけじゃないし。うんうん、で、やっぱり、戻れなくなっちゃった方とか、うん、本当に初心者の方だったり、うん、何ショットが今まで打ててたのに打てなくなっちゃった方っていうのが、うん、まあお試しとして見ていただければっていうふうに思って、うん、やってるんで、うんうん、その辺はでもね、本当に判断がつきづらいよね。そうだね。動画ってね、うんうん。でもあれだもんね、中には取り組んだけどうまくいかなかったこともあるわけでしょ、今まで。うん、平君が。あるね。うん、やっぱり、自分が今よりも上行こうとか、うん、変わろうと思った時に入れてみようかなっていう気持ちになるんだよね。うんうん、やっぱそれで、うん、うまくいったネタ、うん、2005年が最後じゃないかな。あ、そうなんだ。新しく取り入れたのって、はい、もう2005年からトゥデイまで何も入れてないからね、うん、新しいことは。2005年のスイングを今日までやり続けてるだけだから。2005年なんだ。アドレスと、うん、振り方を変えた。それは、俺今でも覚えてんだけど、うん、前も動画で言ったかな、あの、たけちゃんに、うん、太平洋みのりの練習場で、うん、アドレスとスイングを、うん、いきなりポッて言われた。もうちょっとこうしてみなって。へー。そっから今日まで変わってない。何も入れてない。醤油が足らなくて一滴足したぐらい、それぐらいはやるよ。やったよ。うん、あ、だけど、そもそもその、醤油をポン酢に変えたとかはない。あー。あ、足りない部分とか、その多すぎた部分を足したり削ったりしてるだけで、うんうん、何にも変えてない、ほとんど。それでも飛距離は伸びたし、うん、コントロール性も良くなったし、うん、成績も上がったし、うん、下がった部分ってないんだよね。より磨いてって、うん、自分のレベルが上がっていくってことなんだ。そうそう。色も入れなくても、うん、練習によって、うん、精度を高めていけるってことだよね。うん、ただ、自信満々に一個だけ言わせてもらっていい？うん。球めちゃくちゃ打った。そうなんだ。まあ、いわゆる練習だよね。ああ、そうなんだね、うん。本当に打った。うん。そこだけじゃないかな。だから別に、今ね、自分のスイングがいい悪いとか、そんな意見もないし、うん、自分で、うんうんうん。その、汚い綺麗だっていう意見もないわけよ。うんうん、ただ、今の自分にできるスイングを、100回打っても100回できるようにしたいっていう。うん、それって、体に記憶させる、頭に記憶させるっていうのは練習しかない。うんうん、それをやったっていう。あとは、それができてきました、うん。って言ったらまだショットは打ってないのよ。ショットは打ってんだけど。結局、ゴルフってターゲットに打つじゃない、うん。今度その自分で架空の空間に打ったショットをターゲットに打つ練習に切り替えなきゃいけないの。はぁ、うん、だからそう、ね、そう、練習場のマットにまっすぐ立って、ナイスボールが打てたのは、練習じゃないのね。運動。うん、コース行って、要は練習場のショットとコースのショットが違うっていう方いるの。うん、それはそういう練習をしてるから。コースの練習を練習場でしたら、そういうことにはならない。うん、だから、そういう練習を取り入れるようになった。要は切り替えるようになって、余計にレベルが上がった。それも先輩方から、習ったんだけどね。うん。だから練習場で、まっすぐのボール打てる人はいっぱいいるよ、やっぱり。うん。うん。だけど、それをドライバーコースでドライバー打って、セカンドショット打って、アプローチ打って、パターやります。の、4打のパー、うん。それを4つ、4打つなげられるかどうかだから。だから、それって、打席にまっすぐ立って、ナイスショットばっかり練習してたら、それは噛み合わないよね。絶対にそれはできない。うん。うん。だから、自分の打てるショットを、いかに自分の狙いたいところに、縦と横を合わせて打てるかどうかの練習を練習でやらなかったら、上達はしない、うんうん。ということは、何の理論を入れたから、うまくなったんじゃなくて、練習したから、うまくなったっていうことだよね。うん、それが 99% です。前もなんかの動画で言ったことあるかな。結局さ、楽して上手くなりたいじゃん。うん、だから見るし、うん、それはないっていう、あ、ない。結論でよろしいですか？いや、ほんといいと思います。もうあったら、うん、それこそラッキー。うん。うん。それは本当に、センスとかじゃないと思うんだよね。もちろん、初めて、1、うん、2年でポンといきなり、80代出る、うん、70代出る人もいる。うんうんうん。10年経っても出ない人もいる。うん。うん。それって、
そのゴルフを始めるまでの生まれてからの道のりも関係してるのね。ああ。そう。例えばボールを投げるとか、そういうのもそう。遠くに飛ばす原理を体が覚えてるかどうか、うん、知ってるかどうか、うんうん、そういうことでもあるし、うん、物を振る動作。うん、やっぱり、こう、物を振るのでも、うん、こうやって振るのと、うん、こうやって振るのと、うん、やっぱり違うじゃない、うんうん、それだけでも飛距離ってもう倍近く変わる場合もあるし。うん、だそういうものって自分で感じなきゃいくら言われたってできないんだよね。うん、体で感じなきゃいけない部分だから、うん、それってね、数打たなきゃ感じられないのよ。だから練習ってね、うん、みんなするし、うん。で、その感覚が得られたら、うん、それが失われないように今度練習するじゃない、うん、だどっちみち練習なんだよね。そうだよね。とにかく球数。もちろんね、お金はかかるし、うん、練習したら消耗する部分もあるし、グリップ、グローブ、うん、コース行ったらボール。うん、だから、とにかくゴルフってお金がかかる。贅沢スポーツ。うんうん、だから、そこに、どんな形であればお金をつぎ込めない場合は、うん、やっぱりポテンシャルが落ちる可能性もある。うん、ボールなんてそうよ。ああそうだね、特に V1 なんてそうなんだけど、うん、新品のボールと、一、うん、回使ったボールと、うん、飛びが違うからね、うんあ。そういうのもめちゃくちゃ関係あるし、うんうん、だからすごく、まあ、準備というか、うん、積み上げてきたものっていうのは、うん、もう結構数字に出やすいよね。うん、まあまあ本当どのスポーツでもそうだと思うんだけど、ゴルフってね普段からさっとできないスポーツだし、うん、場所が限られるね。うん、そうだね。変な話、誰かとキャッチボールするんだったら、うん、庭とかでもできたりするじゃん。そうだね、だから感覚はさ、うん、なんとなく、うん、まあゴルフで言えば素振りはあるんだろうけど、うん、ボールは打たないじゃない。うん。うんそういうのもあるし、うん、結構だから、ゴルフって、ずっとこうクラブに触れてないと、感覚っていうのが出てこないから、うんそう、だから基本って大事なんだよね。難しい動きじゃない動きを常にできないと、それを続けられないっていう、うんうんうん。この動画は伸びないね、だから。伸びないね。現実を言っちゃうから。うん、こういう話をすると絶対伸びない。現実知りたくないからね。うんそう、だから練習してくださいなんて、なんだよってなった。そう。あ、でもそうじゃん。そう、実際ね。うん。あ、本当に魔法はないから。そうだよね。あ、まあそれね、でも皆さん分かってると思うんだよね。うん。なんか何もしなくても痩せますっていう。あ、薬って嘘じゃん、多分。うん。そういうことだよね。うん。やっぱり、適度な睡眠と、食生活と、うん、全部そういうところからでしょ？そう、運動と、ね。運動と。そう。うん。だけどね、これ飲んだら痩せますって、痩せんのって、なんのと一緒だよね。うん、これ、やればね、まあうん。例えばそれをね、うん、無料サンプルで配ってるとしたら、うん、太ってる人が世の中にいなくなるはずなんだよね。ああ、ほんとだ。ほんとだね。うん、まあ、配ってないからなのかもしれないけど。そうだね。そうかもしれない。ね。そうだね。そう。結構でもそういうのあるよね。絶対稼げますみたいなのと一緒だ。そうそう、一緒でしょ？そうそうそう。絶対稼げるんだったら人に言わないからね。そうだよね。ね。本当の美味しい話って人に言わない、ね。うん、そうだよね。あ、だからワンナップは広まんないのかな？そこなんだよ。もう絶対にトルクは仲間じゃないの。ワンナップはちゃんと言います。本当だから、これは言えませんよねってレッスンでも言ったことないし、うん、コメントももったいぶったことは一回もない、うんうんあ。トルクにそうやって言われてふざけて回答はしたことあるけど、実際にお客様相手にはない。そうだよね。うん、聞かれたら全部答えます。そうですね。答えられる範囲はって言っちゃうとあれだけど。そう、だから、基本って大事だし、うん、ワンナップゴルフは、うん、80代、90代で回る方用なのかな？なんか多いんだよね。枠が多いよね。多い多い多い。一番ね。うん、なんか統計取るとね。うん、あと、40、50代の男性の方が多いし、うん、あと、一周してきた方が多い。ああ、そうだね。そうだね。いろんな理論をやってみて、うん、やっぱり戻ってきたっていう方が多いし、うん、だからもうなんとなくこう範囲がね、ね、決まってる感じで、うん、でも本当に真剣に内容は言ってるんですけど、あんまり真剣真剣にやりたくはないんですよね。本当楽しいっていうかふざけ半分にやりたいんですよ。そうだね。ね。うん、そう。もちろんこういう話も大事なのは分かってます。分かってるんですけど、うん、
なんか、ねえ、ゴルフってすっげえ楽しいんですよね、本当は。そう。だから、アラスカからも来ちゃうし。そうだ。トール君信じてないんですよ。俺ね、そう、まだ信じてないから。その、日本とアラスカ半々ぐらいいるか、うん、アラスカの方が長いんだって、1年間にいる。あ、そうなんだ。そう。それで、アラスカの、なんか、南の方の、島の方でレストランをやってる方。へ、う、ぇ、ん、そう。が、どちらから来られたんですかって、俺大体レッスンと聞くんだけど、うん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 、アラスカから来ましたって。いや、もうさ、三重が近いとかさ、横浜が庭だとか言ってるじゃない、うん、俺もうそれ聞いて、うん、アラスカって言ってんのかなと思ったら、うん、アラスカだった。本当のアラスカ一番、今まであれじゃない一番。ね、一番遠いね。もう多分塗り替えられないでしょ。もう南極から来るしかない。南極から来るしかない。アラスカだよ。もうニューヨークとかのレベルじゃないでしょ、だって。うん。うん。でもニューヨークよりアラスカの方が近いのかな、直線距離は。やっぱちょっと。どうなの、どうなんだろうね。ちょっと近い気すけど。どうなんだろう。でもさ、場所柄、アラスカってやばいよね。やばい。いや、やべえな。次南極から来る人いるかな。南極か。ブラジル？ブラジルちゃんと。ブラジル、リオ、リオから来る、ブラジルから来る人が、一番遠いかな、うん、じゃあ。でもその、方、うん、とね、ここ3、4人はね、うん、本質をその分かっていただいてから来られてる方が来てる。連続で、うん、今日の方もそうだし、今日の方はご夫婦でいらっしゃって、おアイアン全部ラウネなんだけど。あ、そう、俺ひろゆきに怒られたの。なんで？ラウネじゃなくてラウネなんだって。あ、ラウネなんだ。そう、だから、茨城だからってバカにされた。あ、違う。違うって関係ない。うん、ラウネなんだ。あ、ラウネなんだ。うん、すいません。ね。だから、ちょっと、提供してもらえないんだ。そうだ。そうだ。変えよう。そうだね。ラウネです。うん、それで、背屈と、うん、左脇の重要性と、うん、全部やってもらって、うん、あそこにしか飛ばなくなっちゃったんですけど、つってた。いいですね、つって。クレーム？クレーム。本当は他のとこに打ちたいのに、そう。あそこにしか飛ばなくなっちゃった。そう。同じとこにしか行かなくなっちゃった、つって。怒ってた。で、うん、もっと面白いのが、うん、奥様の方。奥様はレッスン受けなかったんだけど、うん、旦那さんずっと打ってると疲れちゃうから、うん、まあちょこっと見たの、うん。で、ウッドが全く当たんない。本気で当たんないってわけ。うん、で特に5番ウッドが当たんない、うん。で、5番ウッド構えてみてください、つって、うんうん。で、5番ウッドのボールの位置が左のつま先の前にあったの。うん、でこれじゃ当たんない、つって。うん、本当に当たんないんですって、うん、そりゃそうですよねっつって、うん、ボールの位置をずらしたのね、うん、したらめっちゃいいショット打って、うん、3人で大爆笑したのね、うん、これがワンナップかっつってなった。本当に当たったの見たことないっていうぐらい当たんないんだって、その5番ウッドが、うん、全然一発目で当たったから、うん、そうだから本当そのだからそれを俺言ったの、今回だけは僕何もしてないですっつって、本当にこれだけだから何もいじってないですっつって、うんうんうん、もういじる範囲に入らないから、それは正しい位置に戻しただけだから、へー、特別なこの位置は当たるんですよっていう位置じゃない。あ、そう。そう、ここじゃなきゃ当たんないですよっていうところに置いただけだから、は、言わないでくださいね、この位置当たるんですよっていうあれじゃない。、うんうん、そうなんだ。そう、だからそこを覚えれば勝ちなのよ。さすがワンナップゴルフ。そう。いや、もうほんと、今日はね、良かったと思った。笑っちゃうやつ。笑っちゃうやつ。もうあれだよね、ワンナップでボールの位置動かすのはさ、もう絶対押すなよと同じレベルだからね。そう。絶対動かすなよ。ボールの位置絶対動かすなよ。つって1センチ動かしてナイスショットが出ちゃうのが、そう。ワンナップゴルフだよね。そう。そう、ほんとそう。もう、うん、そう。お家芸だもんね。そう。ボールの位置は。そう。本当そう。アラスカから来ても1センチしか動かさないんでしょ？うん。本当、アラスカの、アラスカから来た方は、うん、基本をよりちゃんとやって帰ってくださった。うん。そう。で、やっぱり最初当たんないんだよね。何もやる前って。うん。そう。で、まあ基本的には左右対称の動きを意識していただいて、うん、で、その分自分の飛ばしたい分の力を、うん、まあ単純に入れるっていう作業を、うん、基本の中にできますかっていうことをやっていただいた。やっぱ本当に当たるんだよね、それ。特別なことやってないから、うん。で、なんでそれが当たるかっていうと、
脳の指令が行きやすいのね。複雑じゃないし。あ、うん、で、分かることをやってるから。うんうんうん、誰でも、うんうん。だから本人も体が動けるし、うんうんうん。だから本当に飛距離がまず変わるよね。で、昨日、越谷から来られた方なんかは、うん、やっぱりね、アイアンがこうなの。ああ。で、それこうあった。うん。やっぱ、飛ぶよね。俺、初めて昨日、越谷の方のレッスンで、うん、今まで何百人見たかわかんないけど、うん、ビスイングを作った。へえ、そうなんだ。うん。それは基本っていう動きができて、うん、その方のショットが打てて、うん、プラスその方から、綺麗になりたいって言われた。うん。うんだから、残り30分ぐらいだったから、うん、じゃあやってみますか、つって、うん。左の背屈と、うん、左の肘の巻き方と、やったの、うん。そしたらね、フィニッシュが変わった。めっちゃかっこよくなった。あ、そう。うん、え、それ動画で撮って、見せてあげた。動画、写真も見したし。そしたら、あの、全然フィニッシュの形が違うって。あの、こうやってなっちゃう人が。はい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 。そう。で、それを、こうやって巻いてあげたのから、うんうん、そしたら体にこうやってクラブがこうやって巻いてきて綺麗になるのね、うん、それを やってもらったの、うん、俺多分初めてビスイングっていうレッスンをしたの。あ、そう、うん、興味ないからそうだよね、うん、でもやっぱりねご要望だから、うん、あのやったら 0.1% ハマっちゃいそう。あ、そう、あ、なんかいいなと思ってやっぱり見た目もやっぱ大事っていうのはご本人も分かってて、うん、で追い練して帰ったらしいから。あ、自分で、あ、すごくない？すごい、うん。やっぱり、そういう、なんだろう、向上心よね。そうだね、うん。そういう、あの、基本は大事ですっていうことは、すごく声を大にして言いたいですね。そうだね。うん、ちょっと今回、トール君からですね、まあ、ワンナップのあり方というか、こういうコンセプトでやってますっていうのを、まあ、改めて動画にしていったんですけども、本当にまあ、レッスンやってても、本当に基本的な動きとシンプルな、こう動作っていうのはすごく大事なんで、一回こう自分で動画をスイング撮って、自分が自分のスイングを見て、理解できるスイングをしてるかどうかですよね。それがすごく大事です。例えばそれが何かを入れててもいいんですよ。いいんですけども、自分のスイングを改めて見て、ああ、ここでこうなってるとか、いろいろこう解説ができた方がいいってことですよね。やってることに対して。それができないと、何のためにやってんだろうとなっちゃうので、そうするとミスした時に、まあ戻れなくなっちゃう。なんで必ず1から10まで自分のスイングを理解するってことは大切になると思いますので、ぜひ練習場で動画を撮ってみてください。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、レッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。